では AS ラランジャ京都、高橋弘也選手にお越しいただきました。2018年にマベアスを退団されてからデータがなかったもんですからちょっと気になってるんですけど、その何をやってたかって教えていただいてもよろしいですか？そうですね、そのマレアス辞めマレアスにいる時にちょっと子供を授かって、はい、でマレアスの方はちょっと契約満了という形になって、うん、でまあ、京都で、まあ、最後チーム探そうかなっていうので探した結果、まあ、見つからなくて、やっぱり子供も生まれるってことで、まあ、ちゃんと職に就かないといけないっていう、まあ、父親として当たり前のことがやっぱりまず頭にあったので、はい、ちょっと一回サッカーを引退っていう形で、まあ、仕事を就職したっていう形で、もう丸々1年は、まあ、遊びでフットサルやったりとかだけあったんで、引退っていう形には発表はしてなかったですけど、はい、引退っていう形で一旦サッカーからは離れてましたね。そうなんですね、はい、でラランジャに来たきっかけみたいなのってあったんですか？ラランジャに来たきっかけは高校の先輩が、まあ、先週出会ってたのも知ってたし、スタッフとしているっていうのも知ってたんで、はい、まあ声かけさせてもらって。高校、あ、松本太郎コーチ。そうっす。あ、福知山整備ですもんね。そうです、福知山整備。そうか、1年違いなんですよね。そうです。あ、そうですか。ということはですね、新型コロナで開幕遅れたっていうのが1年半ぐらいも全く競技としてはしてなかったんですね。ほぼほぼサッカーはやってなかったっていう。そうなんですか。もうあんまりブランク感じさせないというか、すごいいいゲームメイクされてたなと思うんですけど、どうですか、自分の感想は。まあ、他のチームに比べて若い選手っていうのが多いので、まあ、運動量であったりとかは、まあ、自分自身練習からまあ追いつこうっていうので、やっぱ元の体に戻そうっていうのを意識してたんで、まあ、それがうまいこと試合につながってくれたかなっていうのがやっぱり一番良かったんじゃないかなっていう感じはしますね。試合見てた元網系 の松本直也さんも、ヒルヤ選手うまいなって褒めてました。松本さんもそうですね、お世話になったことあるんで、はい、まあ、そうやって言ってもらえるのはやっぱありがたいですね。いや、もう本当に素晴らしいプレーされてたと思います。あの、ヒルヤ選手2014年に FC 大阪で地域決勝突破されてるじゃないですか、はいはい、そうですね、関西でまず奈良クラブに、うん、まあ、大敗してから、うん、まあ、チームとして、まあ、やっぱ何が必要かっていうので、うん、まあ、しっかりとした戦い方っていう、こうやって戦っていこうっていうのが、まあ、チームとしてあったので、まあ、それを、まあ、全員がまあ統一できて、で、まあ、前者もそういう形で、まあ、優勝することができて、そのままの勢いでやっぱりみんなモチベーション高くいけたっていうのがやっぱり一番印象的なんで、やっぱグループリーグもまあ、いろいろ FC 大阪のグループは厳しいって言われながらも、やっぱ3連勝しっかりできて、まあ、そのままの勢いで、まあ、JFL 昇格っていうのができたんで、今年はコロナっていう形でまあいろんなやり方とか変わってたんですけど、やっぱ若いんでこのチームはまだ勢いあるんで、まあ、FC 大阪の再来じゃないですけど勢い持ってやりたいっていうのはあります。短期決戦ですから本当どうなるか分かりませんもんね。そうですね、はい。じゃあ、あの、今回栃木ラウンドということで、はい、この組み合わせどういう感想を言っていただけますか？正直あんまりサッカーが離れて、あ、そうですね、他のチームっていうのサッカー行ってた時に比べるとやっぱ他のチームとかそういうのはやっぱ見なかったので、うん、でも栃木市っていうのは、まあ、それなりにやっぱり JFL でやってたっていうチームもあるんで、まあ、知ってる選手も何人かいますし、一番やっぱりそこがメインじゃないかなって。他のチームは多分強いと思うんですけど、やっぱり、はい、そこをどう勝ちに持っていくかっていうのが、多分今後の次の決勝ラウンドとかにもつながると思うんで、そういうところを意識したいとは思ってますね。もし勝てたらすごく自信になりますね、ここは。そうですね、やっぱ JFL から落ちてきてもう一回 JFL に上がろうってしてるチームを食ってしまえば、まあ、ティアモに引き分けたっていう自信とかも多分みんなの中にはあると思うんで、まあ、そういう自信もまあ続いているので、はい、まあ、自信を持ってやればいい結果にはつながるんじゃないかなっていうのは思います、はい、ありがとうございます。じゃあ最後にラランジャのファミリーにメッセージをお願いします。
そうですね、僕自身なかなか仕事で行けへんかったっていう試合もあって、まあ、その時はまあ負けてしまったっていう悔しい結果とかもあったんですけど、こうやってチーム一丸となって、まあ、地決に出れるっていうので、やっぱファミリーと一緒にやっぱ一丸となって最後まで諦めずに、決勝ラウンド目指して頑張るので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。高橋博也選手でした。期待してます。ありがとうございます。ありがとうございました。僕らはもうやるだけなんで、はい、楽しめて悔いのないように、はい、そうですね、その中で結果求めれたら、はい、京都の一応代表なんで、もう人生が悪いですけど、ね、弟には悪いですけどね。いや弟には悪いですけど、でもやっぱりああやってマークされるときついですよね、短期決戦ですね。そうですね、やっぱりね、どこも研究してくるし、やっぱうちなんかね、うん、誰が出ても多分いいサッカーできると思う。楽しみです。じゃあ期待しています。はい、ありがとうございます。あんまり止まってると寒いんで、はい、はい、ありがとうございました。